年、まあ、通ればこの農道ができてからまだ2年目でございますので、まだ、だから第3回目でございますね。昨年は、7月と8月と2回、このろうそくのをやらせていただきまして、まあ、大変好評だったということで、まあ今年は1月1回、させていただきます。このまあ、もともとこの農といいますのは、この今は、このような農学堂という形になってございますけれども、この屋根がね、皆さん見上げていただければあるのが分かります通り、もともとはこう野外に、あったものでございます。で、まあ、野外で、まあ、皆さんお客様も、まあ、ご覧になってたということになります。でも実際はですね、この夜に、まあ、今滝技能というのが日本全国のあちこちで、なされておりますけれども、まあ、実際の滝技能というのはなんかその滝技の炎のですね、なんか照明のようなもので中でしているというふうに思われがちなんですけれども、焚き火の照明では脳はできません。まあ、はっきり暗いわけですね。で、じゃあ、この、まあ、古くはですね、奈良の興福寺の方で、この焚き火の起こりがあったという言われております。で、じゃあそれは何に使ってたか、焚き火を何に使ってたかというと、これは暖を取るために使っておりました。ですので決して照明ではございません。で、まあ、そういったこともございまして、なんとなくね、夏の焚き火炉っていうのがなんとなくこうイメージをこう、作られたんですけども、この作られたのは大体昭和になってからでございますので、あまり歴史が深いものではございません。で、このろうそく炉と言われるものなんですけども、これは、実はこの屋内で行われておりました。屋内で、これは明かりを取るため、照明として使うために、ろうそくでしておったというのは、これ実際にございまして、そういったものもですね、まあ、能舞台でないところで する場合は座敷能というふうに、申しておりまして、お座敷のですね、こう畳をこう、上げていただいたら板の間が出てきますので、そこで、このろうそくの灯火で夜をの能を見るというのがあったそうでございます。どちらかと言いますと、こちらの当の堂でやっているのは、そちらの校舎の方に、近いと思っていただければいいと思っています。で、大月の堂でもですね、ろうそく能というのが、催されておりますけれども、あちらの方は閉鎖された空間の中に能舞台があるものですから、昼間でも真っ暗にすることができるんですけども、ここの能舞堂は利点として、まあ、欠点にも なるかもしれませんけれども、この上の天井の方にですね、窓がずっと張り巡らされておりまして、こう日の光が入るように、わざと作っております。ですので、このように夜にならないとね、できません。で、お客様の中には、すいません、見に行きたいんですけども夜7時からじゃちょっと出れませんとかですね、そういう苦情もあるんですけども、実際このように暗くならないと、この催しができないということを、まあ、ご了承いただければと思っております。で、今日見ていただきます店舗なんですけれども、これは副題に、親子の絆という、ことを書いてございます。で、この店舗で曲なんですけれども、この不思議な鼓を持った少年ですね。で、後で脇がこうお脇が全部喋っていただけるんですけれども、この店舗の、まあ、お母さんですね、お母さんがこう夢の中でこう告げみたいな感じ、夢を見たわけですね。天から鼓が降ってくる夢を見るんですね。その夢が現実となって、この子供が授かって生まれたと。で、ですのでその子供を天子と名付けるわけですね。で、実際、その後にですね、本当にこう鼓が降ってきまして、で、まあ、それは彼が打つとですね、まあ、素晴らしい音を奏でたそうでございます。ということは、そういったことがすぐに、まあ、噂になりまして、まあ、この五冠の帝といっているのは漢の時代ですよね。その、まあ、皇帝の方が、その鼓をこう、まあ、代理に持ってきなさいと、まあ、納めなさいとです、ね、持ってきなさいイコールくれということを言うわけですよね。まあ、天子の方はですね、それを拒否いたしまして、この山の中に隠れてしまいます。でも、まあ、この統治されたこの国の中で、彼が逃げ続けることの不可能でございまして、まあ、結局捕らえられてしまって、で、鼓はこう召し上げられて、で、彼は殺されてしまうわけですね。で、この露水といわれる、泉の中にこう、まあ、沈められてしまうわけですね。で、結局その、この天皇
宮殿の中に持ってくるわけなんですけども、誰が売ってもならないわけですね。で、まあ、これはきっと、まあ、天皇本人の方が別れを惜しんでならないのであろうと、そういうことでですね、じゃあ彼のですね、父親を連れてきたら何とかなるんじゃないかということになって、父親がこう召されてくるという形になってきます。で、この、天皇の父なんですけれども、まあ、当然何のために呼ばれたかということですごく不安があるわけですね。まあ、この、その王様の命令を聞かなかった親なので自分も殺されるんであろうと思ってこう言うんですけれども、いやそうじゃなくって、とにかく来てくれと、来て鼓を打ってくれ、ということをお願いするわけですね。で、この勅使の人が言うわけなんですけれども、実際この脳の中にその鼓を取った王様は出てきません。皇帝は出てきません。でも、この常にですね、この正面の、皆様正面の形の後ろですよね、脇方の後ろのね、あの壁のところにその皇帝がいるというふうに考えて見てみてください。皇帝はこういう、皇帝が見てるわけですね。逆に言うとお客様の目が皇帝の目だというふうに思っていただいてもいいかもしれません。で、皆さんのこの後ろに皇帝がいるということを少し想像していただくと、この劇というのが見やすくなってくるのではないかなと思います。で、まあ、このお父さんの方も意を決して、あの玉の床というかね、こう光り輝くところで、こう鼓を最後にこう打つんですね。で、一つだけ、一発だけこうに手を上げて一発だけ打ちます。そこにですね、ちょうどあの小鼓の音というか、こう音でタッという音が入ります。それと音とリンクさせて私はこうに打つ真似をします。その音がこの鼓の音だと思っていただければいいです。で、とても象徴的な音でですね、その音だけがこう、なんていうかな、それまでにも鼓は打ってるわけなんですけれども、そこの音だけをおそらく別に聞こえるんじゃないかなと思ってます。まあ、別に聞こえるように、我々もこう演技として持っていきたいと思いますし、皆さんにもぜひともその音を、この絶えなる音っていうのを聞いていただきたいと思います。で、その音を鳴ったということで、父親も喜ぶわけですね。これこそ親子のこの絆のおかげだと思って、泣き崩れます。で、この王様の方は、皇帝の方はですね、このお父さんの方には宝を授けて、それから天皇のね、後を必ず弔いますからという約束をして、彼は帰っていきます。で、その後に歌元行と言われる音楽奏ですね、音楽でこう弔う行事をしていきます。そこに今度は天皇の霊が現れるわけですね。で、そこでまた天皇の霊が、弔っていただいたことの、まあ、お礼を言います。で、まあ、これもですね、この国が栄えて、皇帝様がいらっしゃるおかげですっていうことをね、もう言うんですね。ありがたさよと言ってますけども、まあ、心の中っていうのはどう思ってるか分かりませんよね。だからその天皇の、まあ、心の中っていうのは本心はどうなのかっていうことも、ぜひとも皆様には、考えていただきながら見ていただきたいと思っております。で、それでまたこの天皇の方がですね、このバチをまた取って、打つ真似をしていきます。これもだいたい鼓の音に合わせて、打っていきますけど、それからそこから楽と言われるですね、前に入っていきます。で、これはあの実際この鼓を打ってるわけではないんですけれども、皆さんはこのただ前というのは、大体同じようなパターンでこう回っていくんですね。どんな前も大体道順はほとんど同じなんです。でもこの天皇のこの楽と言われる、演奏されている曲というのは、その鼓を打っている、まあ、鼓とこう戯れている彼というのをこう想像していただければいいと思います。私も、回って横へ向いてたとしてもですね、常にこう鼓の方にこう意識をこう持ちつつこう回っていきますので、そういったことも、今日はちょっとね、おそらくもっともっと暗くなるので見にくいかもしれませんけども、ぜひともですね、姿は見えなくっても、まあ、心の目で、この天皇の舞っていうのを目に焼き付けていただきたいと思っております。で最後ですね、この曲というのは実は七夕の曲でございます。この七夕の夜に、彼がこのように、戯れて待ってるわけなんですね。で、この、まあ、天皇のですね、このアーティストとしての、まあ、心情といいますか、
たとえこの皇帝に、鼓をこう、まあ、取り上げられたとしてもですね、鳴らせるのは僕しかいないというすごいなんかプライドみたいなものもおそらく溢れていると思いますし、そういう権力に、負けないこう芸術の力っていうのをですね、おそらくこの天狗を書かれた、作者は思いつつ書いたのではないかなっていうことがもうところどころに見え隠れしております。で、例えばその中でも言葉の中で実世の館の前に風冷ややかにと言ったり、実世というのは結局彦星とですね、まあ、その七夕の話になってくるわけですね。この会うというのがこれを父親とこうリンクしたことができたことを言っているのか、それとも鼓とこの天狗という彼の関係性を言っているのかというのはよくわからないんですけども、まあ、よくわからないというかいろんな解釈があると思います。ですので、こちらの方もですね、ぜひとも皆様一人一人が全こう違った意見でもいいと思いますし、違った考え方っていうのはとても大切なことでございますので、そのような見方をこう全体的にしていただいて、この天狗のなんていうかな、この気ぐらいというかプライドの高さとか、それからこう鼓に対する愛であったりだとか、それから親に対しての愛情とか、そういったことを見ていただければと思います。また演じる私といたしましてもですね、前半はお父さんを演じるわけですね。で、後半はその子供を演じるという全く違った人物を演じていきます。その中で、前半のお父さんから見た、父親から見たこう子供への思いですよね。で、そのまた子供が残してくれた鼓と対面した時の感動であったりだとか、心であったりだとか、それから今度逆に、後半になりますとこの子供の役で出てきますので、この親が鳴らしてくれたことによってこの自分も成仏できたという喜びですよね。間接的にこの親との絆という意味での感じていただく、また、この鼓というのと鼓というものの楽器に対しての愛情であったりだとか、そういったことを、こちらも演じ分けて、同じ気持ちでなく演じ分けていくことも必要じゃないかなと思って、今日務めさせていただこうと思っております。この天狗という曲も、まあ、私も何回か、させていただいているんですけれども、今日のようなこのろうそくのような真っ暗の中でなかなかすることはないと思いますので、しっかりと参りたいと思っております。はい、ではですね、の方にいただきますかね。まず、こちらはですね、江戸時代に書かれました、この天の川を隔てた織姫と彦星の絵なんですね。でも、まあ、この見る限りですね、これ彦星さんのなんか遊び人っぽいのがすごくなんかいい感じ出してるんですね。で、織姫さんの方も結構なんか遊んではるような感じに捉えられるんですけども、まあ、実際のね、この織姫と飛行士の話っていうのは皆さんもよくご存知だと思いますね。もともと織姫様の方が旗織りが上手でですね、飛行士さんの方は牛の扱いが上手だったわけなんですけども、農業とそれから旗物ですよね。でもですね、この2人が結婚したことによって2人が怠けてしまって全く仕事をしなくなったわけですね。そこでこの天の味方の方が怒ってですね、2人を離れ離れにさせて、一生懸命働いたら1年に1回だけ合わせてあげると、そういう条件を、まあ、飲み込ませて、このような形になっているんだと思います。でも実際ですね、この七夕という、字なんですけどね、だからお呼びですか、大丈夫か、はい、7つの夕べと書いて、こう七夕と言いますよね。でもあれ、七夕と読めるわけないですよね。七が七とは読めませんし、夕がバタとは読めませんよね。で、正しくは七夕というのが正しい読み方でございます。まあ、ここで言ったら七ですよね。通常七に、夕べは夕陽とか言いますから、夕と読みますので、七夕というのが正しい読み方です。じゃあどうして、この七夕という読み方に、なったのかということなんですけれども、まあ、これにはいろいろ諸説がございまして、いろんなことがこう混ざり合ってなってございますので、一概には言えないんですけれども、まず七夕爪という行事がございました。ちょっと2枚目をお願いいたします。あ、これは2枚目、これで知ってください。これがですね、天の川でございますね。この彦星のアルタイルと、それからベガの織姫ことだですね、夏の大三角形と言われております。今日は見れないかもしれませんけれども、この白鳥座がですね、これカササギと言われる、ものでございまして、まあ、カササギというのはこの、
鳥の名前なんですけども、その鳥がですね、これ大橋をこう駆けるというですね、まあ、一匹で駆けてたのか、複数で駆けてたのか、よくわかる、まあ、こんなに広い川でございますので、一匹では駆けれないと、1羽では駆けれないと思いますけども、そのような形でございました。ということでございます。すいません。次お願いします。これがですね、七夕爪と言います。でこれはですね、もともと古事記にも書かれております、神事的な行事でございました。でこれはですね、この7月6日、だから今日の夜ですね、この今日の夜からですね、このある、まあ、神聖な小屋にですね、この旗織りの女性がこう働き詰めてですね、旗を織っていくんですね。これは神様にこう着せる服をこう作るためにこもるわけです。1日、7日の夕方までこもります。で、それでですね、まあ、でも実はこの、旗物だけをこう収めるだけじゃなくて、まあ、簡単に言えば神様に対する生贄に近いものだったようでございます。で、この七夕爪というこの行事がこう終わりますと、その次の7日の日にですね、過去の髪の毛をこうね、川でみそぎをするらしいんで、洗うらしいんですけども、ね、今の方はね、毎日毎日こうシャンプーをこうなさってると思いますけども、こう7日の日にで夜にですね、髪の毛を洗うととても艶が良くなるそうでございます。昔の人はそんなことなかったものでございますからね、椿のこういう塊のなんか石みたいなものをこう、ね、して汚れを取っておったそうなんですけれども、そういったことがございました。はい、それとですね、この七夕爪ね、これも七夕と、初めてこの七夕と読みるものなんで、棚にこれ旗物の旗ですね。この前も少し説明したことがあるかもしれません。この旗織物の旗っていうのは、これは旗の皮かつとかですね、これ旗ね、これ旗師と言われる、大陸から来た渡来人がこう日本にこう伝えられてきたので、この旗というふうに言うようになりました。ですので、畑とかね、そういったものも全部渡来人からこう日本人がこう学んでいって、自分のこの国のこう文化とか、そう商業にしていたということでございます。それとですね、次の絵をお願いいたします。それからこれが飛行伝と言われる、これは中国からの行事でございます。でこれもですね、この七夕の日にですね、このようにいろいろなお供え物をこうするんですね。で、このお供え物をするときにですね、なんて言いますか、お願いすることがですね、この旗織りが上手になるように、裁縫が上手になるようにとか、そういうようなお願いを女性はするわけですね。で、今みたいにですね、こう短冊にスーパーマンになれますようにとかですね、何かが食べられますようにとか、そういうすごく個人的なことではなくて、もっともっと深刻な問題があるということでございます。というのは、やっぱりそのようなですね、そのような、なんていうかな、家事とか仕事ができないと、まあ、お嫁に行けないというのが、ね、あったというのがございますので、こういった行事というのが、とても、残っておりました。そこにですね、はい、ではこの次の、またここに戻ってきますけれども、ここにですね、またこの織姫と、彦星の話が混じってくるわけですね。で先ほど言いました、この、まあ、この七夕と言われるものと、この七夕のこれ旗織りの人の仕事とかですね、そういったことがこう混じっていって、どんどん本来別々なこう話題なわけですね。でまたですね、この、七夕という別なこの仏教がこう日本に入ってきた後に、この七夕という仏教行事も出てきました。でこれは七日盆とかという言葉がね、今はあんまりございませんけども、15日に、お盆があるわけなんですけども、そのご先祖様に着せる服をこう旗物として織っていって、これを七日の日から用意をするということでございます。でそれも、もともと古事記にあった神事的なことの七夕爪というのと、それからこの仏教からこう出ている七夕といわれる、でこの、ご先祖様にこう着せる、この折ったものをですね、この棚の上に置いてたそうでございます。でこれが棚、これはこっち、それからこの七夕という言葉が生まれて、知らないで、ね、これ叱責と呼ばれるものが七夕と呼ばれるようになってしまったわけですね。で、でもこのどちらにしてもですね、こちらのこれ行事で言いたいことっていうのはやっぱり、農
そういったことをこう崇め奉ることによって、そういう豊作というのを願ってたというのが根底にどうもあるようでございます。で、またですね、この先ほど短冊にですね、この願い事を書くって言いましたけど、あれもね、五色のこの札にこう書いていくんですが、あれももともとは貴族がですね、和歌をこう書いてきたものがどん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 こう変化していきまして、だん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 それとですね、次にね、先ほど亀甲節っていうのがありましたけど、あそこで、この旗物が上手になる、裁縫が上手になるようにって、こういう願い事だったんですけども、それが今の願い事にこう変わってきているわけですね。で、この五色と言われるものが、まあ、幕にもございます五色幕と同じでございます。基本的にはこれも引用五行説から来ているものでございまして、まあ、宇宙すべてを表す、この五色の色に、こういろんな、願い事を書いていくというのが、この七夕の行事になっていって、どんどんそればっかりがこう、ね、もう それと笹にこうですね、この笹というのも神が宿る、樹木でございます。で、天照大御神がこう岩戸隠れした時もですね、この笹をこう振ったというのが、この神をこう下ろしてくるもので、この松にもですね、この神がこう宿ってくるわけなんですけども、この笹にもですね、この神を宿る力がございます。ですので能の強者ものと言われる、この隅田川であったりだとか、それからいろんなものが百万とかいろいろあるんですけど、そういった女性は必ずこう笹を持って出てきます。その笹を持っている間では少しこの ものがついている、神がかりになっているという状態をこう表しているということは、その笹を捨てた時点で、まあ、普通の人に戻ると、ね、またこれも、他の曲を見られた時にぜひとも、見ていただきたい、注目だと思います。ですのでこう笹を持っている間はちょっとこの人、気が動転してはるんだわと、で笹をこう捨てた時点で、あ、元に戻りはったんやということを分かっていただければいいと思います。はい、まあ、そういったこともございまして、ちょっと話がね、大きく膨れ上がりすぎましたけれども、今日の展をねゆっくりと見ていただきたいと思います。ではですね、今から、その歌いとですね、型のワークショップという形で少し皆さんに歌いをね体験していただいて、後の演劇に入りやすいように、していただければと思います。